東京大学の三石杉田研究室はテクノフロンティア2010において脳外科用超微細手術支援システムを展示紹介しました。本日はこちらで、脳の血管バイパス手術といった手術を模擬したデモンストレーションを行っております。この手術は脳の表面近くで、脳の詰まってしまった血管をつなぎ直すといった手術でして、現在は人工血管1ミリの人工血管を設置しまして、それを縫合するというデモンストレーションを行っております。血管バイパス手術はマイクロメートルオーダーの精度が要求されるため、熟練した医師でも難しい手術です。このシステムはマスターマニピュレーターからスレーブマニピュレーターを操作し、ロボットを用いた高精度の手術を実現しています。人の手ですとどうしても手の振動してしまい、それ振線というんですけれども、それがどうしても起きてしまうために、細かい血管は縫合するのが難しいことがありまして、しかしこのシステムを用いますと、そういった振動を除去して手術を行うというのが一番のメリット。実際にこのロボットの精度としては10マイクロメートルといった動きを制御することによって実現しております。手術の様子は 3D カメラで撮影され、術者は 3D モニターを見ながらマスターマニピュレーターを介してスレーブマニピュレーターを操作します。スレーブは平身3次誘導、姿勢3次誘導、波次1次誘導を有する手術ロボットと鉗子から構成されています。実験ではこのロボットを用いて所要時間5分程度で 0.25mm の人工血管の縫合に成功しています。制御系の時間遅れは100マイクロ秒以下で、超微細手術に必要な1ギメ精度と時間遅れを満たしています。今後は臨床実験に向けて安全性や操作性のさらなる向上を目指すということです。